見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は堂島組長は事務所にいるか。ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ。桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、え、本気っすか？ああ。すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな、桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。組を抜けてってことでいいんだな、キン。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやるよ。てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ、極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ今。現場で組み仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。あ、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろ。と極道の世界甘くねえぞ、こら。今なら全部水に流してる。風間の頭から彼らの一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうかい。じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田、
はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家の評判も上がるってもんよ。ほら、確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ。てめえ、兄貴分に向かって何しやがる？兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴、こいつは俺がやらしてもらいます。任せる。好きにしろよ。待て、あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺のとこまで来られたら、話ぐらい聞いてやる。なら首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い！
Hey!
派手な短歌切るだけあってなかなかやるな、おめえさんも。風間の頭もいいガキをスカウトしたもんだ。俺がまだボクシングやってた頃におめえと会ってたらプロモーターになりたいぐらいだ。クゼ、口が聞けなくなる前に吐け。殻の一粒の真犯人は誰なんだ。どこに隠してる。ガキが調子に乗りやがって。下にいた役立たずどものせいで勘違いさせてまったらしいが、堂島を甘く見るなよ、キリ。お前はもうこの手で直接やらねえと気が済まねえ。いつまで脳がきたるてんだ。さっさとかかってこい。ああ、かかってこねえならこっちから行くぜ。
かせ、このガシマシュ。怠慢張ってたんじゃねえのか、クゼ。堂島の若頭補佐ともあろうもんが、みっともねえ恥さらしやがる。風間の器にはほど遠いな。でも親父、その頭が拾ってきたガキがこいつです。桐生一馬です。お前、取り立てで相手ぶっ殺しちまったそうだな。バカな真似しやがって。そのことで組長にお願いに上がりました。俺は誓って殺しはやってません。ですが疑いがかかってる以上、組に迷惑をかけられません。だから俺を破門にしてください。虫がいいこと言ってんじゃねえぞ、バカ野郎。おやじ、こいつは俺がきっちりけじめつけます。これ以上おやじに迷惑かけませんから。お前、片桐に手かけんのか。桐生はお前の裁量で組抜けさせたんじゃなかったのか。そのこと、いや、俺はしてません。親父に向かって嘘はよくねえな、兄弟。あわぬ。俺もはっきり聞きました。桐生はもう組を抜けた人間だ。それを殺すのに親父の許しはいらない、そう言ってましたよね、クゼの兄貴。てめえら、クゼ、これ以上無様さらす気か。さあ兄弟、クゼ剣の会の人間なら作法は知っていますよね。兄貴の好きなけじめです。男、見せてください。